クイア解放マーチで行われた大ンイラク侵攻に対する大ンでの抗議アイルランド、ダブリンにおけるサイクリングの環境改善に取り組む事前団体アイバイクダブリンがダブリン市議会で行った大ダ大ンとは参加者が死者になりきることで行われる抗議の一形式である。大ンは動物の権利、反戦、交通規則違反、人権、エイズ、銃規制。 環境問題など様々な話題で用いられてきた手法である。多くの場合、参加者は警察によって強制的に排除されて、しまわない短時間で、代員を実行する。代員の最も単純な方法は、地面に横になって死んでいるふりをすることであり、時としてプラカードや旗で身を覆う。代員のポイントは、行き交う人の流れを妨害して通行人の人目を引くことにある。 より込み入った方法として、血や赤色の液体を染み込ませた包帯を使用したり、死に様がよりリアルに見えるように、参加者が苦痛に耐えたり、身も抱いて見せたりすることもある。殺人事件への抗議活動では、殺人被害者を模した参加者を囲むようにチョークで書き入れられたこともある。これは、チョークアウトラインを模したものである。二千六年四月十二日、何千人もの抗議者が、 ベネズエラ、カラカスのフランシスコ・デ・ミランダ通りに横たわり、ウゴチャベス政権下での治安悪化と犯罪に対して抗議した。2007年9月15日、数千人の人がイラク戦争に抗議の意を示すために、ワシントン DC の国会議事堂で大院を決行した。これにより、イラク戦争の退役軍人10人を含む190人以上が逮捕された。大院は、 アメリカ合衆国における警察の暴力に抗議するためにも用いられている。ミズーリー州ファーガソンでは2014年にセントルイス警察の警察官が起こしたマイケル・ブラウン射殺事件の後処理に抗議するためにニューヨーク市とサンフランシスコ湾地区では2014年に発生したエリック・ガーナー窒息死事件に抗議するためにシカゴでは2016年7月に立て続けて起こった。 アルトン・スターリング射殺事件とフィランド化、スティール射殺事件に抗議するために、大員が用いられた。2018年12月15日、気候非常事態宣言の発令を、ケンブリッジ社群やケンブリッジ市に求めるために、国際的な社会運動、エクスティンクション・リベリオンのケンブリッジ支部のメンバー100人以上が、市内中心部で、大員を行った。2019年9月に、 気候変動、温暖化に、具体的な政策、行動を求める目的で、世界中で開催された、グローバル気候マーチでは、カナダ・ハンガリー・マルタタイなど一部の国で、大院が行われた。生態系の崩壊にこうして、ロンドン自然史博物館で実行された大院2020年6月5日、ボリス・ジョンソン首相の上級顧問であるドミニク・カミングス、宅で、大院が実行された。 この大員は、ドミニク・カミングスが先月ロックダウン命令に違反して、ロンドンからダラムへ車を走らせていたことが、明らかになりつつもダラム警察が何の措置も取らないと、表明したことに対する抗議として行われた。ありがとうございます。